か最近さ、家の中のティッシュとかが鬼滅の刃なの。で、ペコーラさ、配信で鬼滅好きって言ったっけ？マミーが今度手拭きのさ、なんか濡れてるあの鬼滅の買ってきて、え、もしかしてだけどペコーラ鬼滅好きだと思ってるって聞いたら、え、だって放送で言ってなかったっけみたいな言ってたの。いや、いつ言ったっけみたいな。いや、鬼滅読んでたけど好きとか言ってたっけなと思って、いつも見たんだと思って、結構最近鬼滅言ってないぞと思ってさ、そんなにハマってるっつったっけなと思ってさ、だって嬉しそうに今日渡してきた、はいこれっつって、なんか手とか汚れちゃった時に服用のやつ買ってきたよっつって、鬼滅のやつがあってみたいな、え、好きって言ったっけっつって全く言ってないのに、なんだろうね、あ、無限列車かな、確かにありそう、無限列車でか、マミ見てんの？ああ、多分ね、生のやつは見れたら見てて、多分ほとんどアーカイブで見てんだと思う。なんか料理とか作り終わってる後、ゆっくりしてる時とかに、なんかペコーラの配信画面の時とかあるしな、ペコーラが飲み物取りに行ったら。いや、無限列車なのかな？わかんない。とりあえずペコちゃんがなんか鬼滅にハマってるみたいな感じに思ってるみたい。